今回は初心者向けに中華製 3D プリンターを買う際はどこを見ればいいかを解説していきます。よろしくどうぞ。まずこの場で中華製と言ってる製品のことなんですが、おそらく初めて 3D プリンターをと考えている方は、安いものはどれも同じような見た目をしているなと感じると思います。それもそのはずです。このような格安 3D プリンターはオープンソース化されている部品などで構成されており、基本的な見た目にほとんど差はありません。ですがだからといって全てが同じなわけではありません。ではどこを見ればいいのか、個人的な見解もお話ししながら解説していきます。静音性。使っていると分かりますが、 3D プリンターの静音性はかなり重要な部類に入ると思います。何デシベル出るかを調べるのもいいかとは思いますが、個人的にはモータードライバーやステッピングモーターと呼ばれる部分が静音化されているかを確認することをお勧めします。 TMC なんたらを使用していますとかデカデカと書いていれば大抵は静音化されたモデルです。一応この TMC なんたらにも種類はありますが、とにかく静かなものを選ぶことをお勧めします。ファンの音も気になるノイズではあるんですが、それ以上に気になるのはモーターのノイズです。モーターの音はランダマイズされたようなノイズが聞こえてくるんですよね。デシベル表記にすると、静音化されたものは50デシベル、静音化されていないものは60デシベルぐらいなんですが、数値の差では測れない不快さがあります。同じ部屋では気になって眠れないですし、壁の厚さによっては隣の部屋でも気になります。ファンのノイズはだいたいエアコンと同じくらいだと思いますので、エアコンが気になるという方は静音化されたモデルでも寝室に置くことはお勧めしません。使用できるノズルの種類。 3D プリンターの印刷物はノズルを通してフィラメントを重ねていくことで成形されていきます。それゆえにノズル周辺、ホットエンドなどもそうですが、基本的には消耗品だと思った方がいいです。ノズルの替え部品やホットエンドなども別売りで売っていたりするわけですが、当然ながら対応しているもの、していないものが存在します。 V6 とか V8 とか書いてると思いますが、それです。替え部品が Amazon などで気軽に手に入るか考えておきましょう。プラットフォームの広さ。まあ、こんなん正直誰でも見るような気がしますが、間違えて小さいものを買ったという方を見かけたことがあるので注意しておきましょう。印刷物が出来上がる台がプラットフォームと呼ばれている部分なんですが、こちらの大きさは製品によってまちまちです。 Amazon だと大きさは分かりづらいので製品情報を見ておきましょう。どんなフィラメントに対応しているか。積層式の 3D プリンターはフィラメントという素材を溶かすことで印刷物を作っていくわけですが、このフィラメントにも PLA、ABS、TPU、PETG など様々な種類があります。まあ、まだまだありますけどね。特に TPU は柔らかい素材なので、エクストルーダー、フィラメントを送り出す部分ですね、これが対応していないという場合があります。自分の持っている X5SA も TPU は対応していなかったと思います。プロと名前につくやつは確か対応していましたけどね。スマホケースなんかを作りたいと思っている方は TPU 対応の 3D プリンターを買っておくといいでしょう。 PLA や ABS なんかではスマホケースはかなり作りづらいと思います。収縮の関係もありますし、硬い素材なので薄く作ると割れてしまうと思います。ということで今回の動画は以上になります。 3D プリンターも高級なものを買えばこんなこと気にしなくてもいいのかもしれませんが、安いものを買う場合はそれなりに知識が必要なわけですね。次回の動画内容はまたまた未定となっております。お楽しみに。